おー、いらっしゃいませ。こんにちは。いや、芝さんじゃないですか。お邪魔します。こんにちは。いや、芝さんじゃないですか。お邪魔します。いやいやいや、嬉しいな。上手バー、情熱バー、情熱バー、失礼しました。だいたい上手バーって言いますね。情熱バー、サメになっちゃいますから。ありがとうございます。実はですね、芝さん、この番組は、僕が、ゲストをイメージして、オリジナルカクテルを振る舞うというところから始まるという。仕事なのにお酒を振る舞って飲んでいいわけですか。もうバシバシ飲んでください。バシバシ。いいですね。いや、バシバシ飲めるじゃないですか。だって好きですね。でしょ、バシバシ出してください。バシバシ出してじゃあまずこの、バシバシその1のですね、オリジナルカクテルからいきたいと思います、オリジナルカクテル。一応その気になってはいるんですけど、ね、見る人見るとダメだっていう。あの顔と振りはすごい立派でしたけど、振りシェイクされてる感じ、感覚はあまりあのなかったですね。よく見てますね。おお、色が、そうなんですよ、この色で、かわいい。あ、その名も、本を綴る。あ、これチラシの、映画のチラシの色合いにイメージカラー、ありがとうございます。お作らさせていただきました。フルーティーでしょ、かなり、いろんなフルーツが入ってます、ね、ます。どうぞ。無理してあの、そう、傘取った方がいいと思います。そうですね。鼻に刺さったりなんか。いい感じです。めちゃめちゃ爽やか。美味しい。映画みたいなね。映画のような。映画のような。うん、でも優しい。優しい感じですか。うん、飲みやすい。だからそれ何杯もいっちゃったらもう大変なんてもんじゃないですよ。これベースは何ですか。ベースはでもフルーツですよ。そのリンゴとか、そうパイナップルとか6種類ぐらい入って。で、あの洋酒ですね。洋酒で。カクテル。はい。あ、ありがとうございます。どんどんございません。ありがとうございます。じゃあもうたっぷり積もる話もありますからね。ありますからね。あっちでもあっち散々パラ喋りましょうか。散々パラ。大丈夫かな。俺酔っ払っちゃうんじゃないの。もうそういう番組なんで。怖っ。用だけ酔っていただいて。わかりました、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、やりました。いや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 、がっつり飲みますか。よろしくお願いします。お願いします。あー、おいしいな。もうさっきのカクテルもうグイっていっちゃって、結構来ましたよ、後からガツンと。あれね、飲みやすいからね。で、結構洋酒ちょっと濃いめなんで。いやいやいや、もう結構ガツン来てますか。やばいなと思って、あの来る前に人形焼き買って、慌てて胃の中に食べ物入れてきたんですけど。はい、もう今ふわふわ、もう感じいい感じになって、もう完全ふわふわ化してますか。す、ね、はい、あ、いい感じですね。いいですね。もう今日真骨頂ですから、この本を綴るの、主演ですよ。主演じゃないですよ。え？
主演じゃないですか。主演です、すいません本当ごめんなさい。主演ですよね、本当に主演なんですよ。こうでも本当にあの僕の中では、ね、その前の YouTube のドラマ、うん、本を送るという YouTube ドラマがあって、まあ、それのスピンオフという感じのイメージでずっとやってました、うんうん、だからいろんな登場人物がいて、まあいろいろ引きこもごもがあったりする中で、まあ今回はあの、うん、書けなくなったらしい作家をピックアップしてみようかみたいな、うんうんうん、スピンオフ的な、まあそんなような感じも最初聞いてたんで、ええ、今度はこの作家をピックアップしようかと思うみたいな感じだの話を振りでもらってたんで、ああなるほど、ええ、だから、まあ、いざちゃんとね撮って終わってみると、うん、主演ってことになっちゃうっていうことになるんですね。主演ですよ、八嶋さん。大変なことですね。大変ですよ、羨ましいですよ。バイプレイヤー族なんで。いやでも次あるかもしれません、あの、バーのマスターが、うん、マスターが移動図書館の、ああ、ね、移動図書館もやってますからね、移動図書館の、なんか、はい、旅みたいな、ああなるほど、どんどんできてほしいですね、どんどんできてほしいですどんどんできてほしい、はい、いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだ、フロンティア363-133。だからまあ、縁組ちゃんもここ来てもらって、うんうん、見ましたよ。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、で監督もいらしていただいてこの番組、うん、ね、で宮本真希ちゃんも来るんじゃないかっていう、うん、すいません、本を綴る、いやいや、もう本を綴るジャックですから ね、ただなぜか長谷川君だけ来てないんですよ。あ、これはなぜかというと、うん、僕が監督した映画にもメインなんで、うん、ここで出しちゃうとちょっと新鮮味なるほど新鮮で、あの、だいたい情熱バーって僕の仲のいい人を呼んでるんで、うん、で僕が監督する映画作品も仲のいい人をキャスティングするんで、ほとんど情熱バー出てる人ばっかりなんですよ。なるほど、だから新鮮味がない、長谷川くんぐらいしかいないんですよ、そのハウトでこうやって呼べる人が。なるほど、だからね、どうしても撮っておきたいんです。わかりました。で2度3度目の方ばっかりなんですよ、あのもしハオトの映画の時にプロモーションで呼ぶとしたら。どういう監督なんですか、どういうタイプ この結構現場では冗談言ったり笑かしたり、あの一応演技指導っていうか的確に言いますよ、あの舞台もそうですけど、舞台の演出みたいな感じ、うん、もし笑ってとか。そうですね、だからここがこういうシチュエーションでこうだから笑えるでしょとか、うん、こういう表情でしょみたいにこう、ちょっとあのイメージはやっぱりご自分で書いたりするからあって、そっちでもね、結構あの舞台の、あ、八嶋さんも舞台の演出はやってないですか。あの自分チームの時はやってましたね。やってますよね、はい、そうするとどうですか、うん、あの押し付けます、こういう演技とか、割と自由ですか。割と自由でしたけど、ただこう内面的にもっと上げてくれっていうのはすごい、うん、あのそれはどう言えばいいのか分かります、ね、うん、感情優先ですもんね。そうそう、感情どこももっといい演出家だ、レベル上げてくんないかなみたいなのをどう言えばいいんだろうっていうのはありましたね。あ、うん、もっとなんかすごいシーンじゃないのみたいな。でもやっぱりね、うん、基本はね気持ちって言うんですよ僕も。やっぱりであの形になっちゃうじゃないですか、表情とか、うんうん、もっとこういう顔してとか言う、それは絶対嫌で、やっぱそういう自然にそういう気持ちになったら自然にそういう表情になるみたいなことですよね、うん、僕も出ながらだったんで、あ、一緒ですよあんま分かんないですよ本当細かいこと。なんかビデオ撮ったりしないの、その客席からこう本番の。いや、しなかったですね僕は。あ、本当に僕がもう毎回違うんで全然違うんで、最終的にはもう一人あの演出立ててる人間に
チェックしてもらって全部っていう感じでしたね。毎回違うってのは一緒ですよ。一緒ですか、はい、あでもそれでいいんですよ、演劇は常に。でも本を通ずるもそうですね。あの全然毎テイクごとリハも違いますし、うん、まあ、監督が結構懐の大きい方なんで、うん、あのずっと探してるのを、まあ、認めていただいてる感じで、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ違うっていう感じですね。やっぱ それですよ、演技は。でもやっぱり常に変わるじゃないですか、相手によってとかね、あのその場のちょっとシチュエーションとかにも含めて、で全く同じ演技をする人は逆に僕はちょっと信じられないっていうか、なんか形になってっちゃうような感じがして、やっぱりなぞっちゃうんですよね、どうしても。なぞんのから逃げるように逃げるようにやってると毎回ちょっとずつ違うっていう感じでですね。ドラマでも結構こうドラマだと結構タイトに、ね、終わりも決まってるけど、結構ちょっとずつ、まあ人が多い時は結構まずいなって感じで同じことをしますけど、あの人が多いっていうのは、あの共演者共演キャストがね、キャストが結構会話がバババって、そんな感じですね、でもそれで正解だと僕は思いますけどね。大体段取りしてカメラ位置決めて、でまあテスト入るじゃないですか、去年とかも一個ありましたね、あの結構でっかい撮影所のシーンです、でかい撮影所借りて撮ってて、で結構セットガーンってあって、でまあ女性と二人のシーンで、まあ一回組んだんですけど、で、あ、じゃあこの感じでいいっすねいいっすね、じゃあ行きますって、すごい皆さん話ね、あのスタッフの方が照明カメラ、まあ、もちろん録音部も含めてね、打ち合わせしてる時にやっぱずっとなんか、なんかもう一声だなっていうのがあって、じゃあ行きましょうって言ってから、すいません僕あそこ行っていいですかみたいな、あそこ行きますみたいになって、あそこ行ってこっち戻るんですか、いや戻らないかもしれませんみたいな、ああいいっすよみたいな、で全部だからそしたらもう全部明かりがないから、あのもうほんとその場その場のノリで撮るみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、結果的には相手の女優さんもまたそれによって面白い演技なさったりとか、あよかったかなと思うけど、まあいつでも許されるわけじゃないと思ってますけどね。比較的だんだん年食ってくるとそういうとこもちょっとずつずうずうしくなってきたっていうか、いやいいじゃないですか、いいじゃないですかって感じでしたね。やっぱ毎回あの舞台もそうですけど、あのこうリハからあの映像だったりリハから本番で毎回変える先輩方って結構多い、多いかったんですよ、僕が知ってる好きな先輩方とか、だからまああの左とんぺいさんとかね、例えば左とんぺいさんすごいな、石田て哲夫さんとかね、例えばあのまあ女性だと浜優子さんとか、すごいですね、もう、もうちょっと俺一瞬で緊張してできないですねそんな変えてくるんですか、毎回やっぱ違いますよ、毎回常に新しいその瞬間を捉えるっていうか、そういう人にあの演技を教えてもらって、あ僕も憧れの憧憬の根を持ってるんで、やっぱり自分もそうなっちゃうんですよね、だけどあんまりずうずうしくやっちゃうとやっぱりいい加減にしろって話、あのスタッフからするとなっちゃうんで、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。本を綴る10月5日公開です、よろしくお願いします。人助けだと思ってよろしくお願いします、来てください、ぜひ。僕の監督最新作ハオト、来年の公開に向けて未だ資金が足りておらず、ファンディング飲み会を復活します。9月の9日月曜日は東京浅草プラネットボーイ、この情熱バーの収録場所で開催。9月4日水曜日福岡開催、翌5日木曜日は熊本開催も決定。
詳細はジョーカンパニーまたは小野寺ジョーで検索をしてホームページの What's New 新着情報をご覧ください。たくさんお話をして情熱ばいたしましょう。お待ちしてます。渡瀬さんに矢島さんは僕ももうぶっかまされましたね。渡瀬さんがこの俳優でこの役大丈夫かと言ってる俺もやっぱりぶっかましちゃうと思ってバーンと来たから、ええ、おなんだお前はみたいな、ええ、したらサプみたいになって矢島さんまずいよそれ何近すぎだ色々ありますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133